本日は芥西アミックラボラトリーにお越しいただき誠にありがとうございます。今日ご案内担当させていただく、尾形と言います。今日はよろしくお願いします。ドクキャン施設は、2019年5月に、オープンした複合型の芥西焼の文化施設となっております。芥西焼の元になっている粘土を作っている工場と作り方の説明と、あと作品の展示、そして、あちらの方では、作家さんが入居しているアトリエと、あと体験工房ですね、陶芸体験ができる、そういった様々な機能を持ち合わせた施設となっております。建築を熊健吾さんという世界的な建築家の方に作っていただきまして、新しい建築資材もたくさん使われている、建物となっています。で、今日はどのように芥西焼が作られているかをご案内できたらと思います。まずこちらにあるのが、ここから車で10分ほどの、ところで取れます花坂陶石という石となります。こうやって持ってみるとですね、とても細かい粒子が手につく、こういった陶石となっているんですけども、江戸時代の後期に、採石されまして、芥西焼はとても花色の文化が発達した焼き物となっております。絵を描いては焼いて、描いては焼いてという工程が非常に多くて、多い作家さんですと5回から10回ほどですね、そういった工程もありますので、その分火にかける回数が多くなっても耐えうる、粘土を使う必要があります。で、この細かい粒子が、その、粘土を、細かい粒子と粒子がくっついて強い、生地を作りますので、その分、その火に耐える強い器ができるということで、この花坂陶石が、芥西焼き作りには欠かせないというふうに言われています。で、この石をですね、最初に、ジョークラッシャーという機械にかけてから、次にこちらにありますスタンパーという機械ですね、1日6時間かけて潰していくと、これくらいの小石の状態からもう粉々の状態になっていきます。水を流しながらですね、こちら粗い粒子と細かい粒子を分けていきます。で、下に沈殿する粗い粒子は粘土には使用せずに、上水の泥床になる部分、泥になる部分だけを踏み出していきまして、粘土に使用しています。それを右奥に3つ丸いタンクがあるんですけども、3回に分けて水を流しながら攪拌してろ過していきまして、ここの泥の部分が抽出されています。で、抽出されたその泥床を次に圧搾という工程で油圧の力でプレスをします。で、プレスをしてから、空気を絞り出すドレンキという機械にかけると、皆様が触っていただいているような粘土が出来上がるというものになります。ここまでが粘土ができている工程となります。で、続きまして、その粘土を使って、こういった道具を用いながら、成形というものを行っていきます。電動ろくろでしたりとか、テロクロでしたりとか、様々な道具を用いながら、どんなものをどれぐらいの個数作るかによって、その作り方が変わってきます。ろくろ引き、あと手びねり、あと鋳込み成形、その他様々な作り方がございます。それで出来上がったものがこちらになるんですけども、ここから最初に900度で素焼きというものを行います。で、素焼きをすると、こういった、ピンクの表面の器となんですけども、このままだとですね、まだ水や油を弾かない状態となりますので、次に釉薬という、コーティングする薬ですね、を、かけて、1250度で焼き上げます。で、ここまでを作るのが、その窯元という、白い生地までを作る、作り手の方々が、ここまでを、担当しております。で、最後、上絵ですね。最初にゴスというものに下絵を描いてから、次にワイの具を乗せて焼き上げます。すると色が変化して、この下地の絵付けが浮かび上がってきて、このような器となります。こういった順番ですね。その小松市の芥西焼作家さんの紹介と、あと作品の展示が行われています。例えばこちらの作品ですね、こちらは祭事という細かい字と書いて祭字というんですけども、万葉集や古今和歌集の和歌を模様として書いている、そんな技法の作品となります。で、またこちらにあるのは、有字金彩という、金箔をこうつなぎ合わせて、模様をつけていくような、そういった、技法の、作品と、
あと金蘭で技法という表側にですね、金箔をつけて、焼いている、そういった技法の作品となっています。その他にもさまざま、その九谷焼、小松氏が誇る九谷焼作家さんの作品がこちらでは展示されています。こういった、小松氏の九谷焼作家さんの作品の他にですね、例えばこちらですね、その白い、素地の状態の、いわゆる窯元と言われる方々が、作っている商品がこちらに並んでいるものとなります。ほとんどが、ろくろ成形、職人の手仕事で、できているものでして、こちらとかもですね、全部もう手引きで引いたものですね、だったりとか、あとこちらの、ぐいの実もですね、すごく軽くて、薄く出来上がっている、そんな、もう本当技術を持っているろくろ師じゃないと作れないようなものがこちらに並んでいます。あとはですね、今、ちょうど、この日本では、1月に正月を迎えて、縁起のいい季節の1月2月3月となっておりますので、縁起のいい文様をテーマにした、セアボン宝塚支店で展示を、今行っております。で、展示の方はですね、3ヶ月に1回の頻度で、どんどん新しい展示が、行われていまして、この次にあるのが茶器展という、お茶をテーマにした、展示ですね。茶器をテーマにしたものをこれから行う予定です。こちらにいるのが、セラボクタニを一緒に運営している中岡陽子さんです。こんにちは。中岡さんはいつもどんな仕事をここでされてるんですか？いつもここで主にセラボの運営をしています。大体お客様がいらっしゃってご購入するまでにお話をしたり、あとはお会計をしたりとか、そういったことですね。あと中岡さん、個人でされているお仕事とかもあるってお聞きしてるんですけど。はい、私はもともと九谷焼ではなくて漆の作家をしています。なので今結構いろいろ日本だけでなく世界中で知られている金継ぎという割れてしまった九谷焼をはじめ焼き物を漆で直すという金継ぎを仕事としてやっています。フランスの方でも金継ぎされたりとか、そういう金継ぎをされたものがあったりとかするんですか？そうですね、具体的にどこというわけではないんですが、例えば義名美術館とか、そういった昔の日本のものが置いてあるところには見れたりする時もあるかと思います。セラボクタニはこのような自然に囲まれた素晴らしい環境の中で、それぞれもうメンバーが、個性豊かな、メンバーで、このように、運営していますので、ぜひ、フランスの、お客様ももちろんですけど、さまざま九谷焼に関心のあるお客様に、ぜひお立ち寄りいただければと思います。あと最後に、アンジャパンもぜひご覧になっていただければと思います。今日はありがとうございました。